ダークソウル3では続きをやっていきます。深みの聖堂ですね。また例によって地形関係がよくわからないので、まあ探索をしながら進んでいくという形にはなります。じゃあ例によってもう一回ね、ちょっとこっち側から行きましょう。で、基本的はまあここら辺はもうスルーでいいと思うんだよね。で、なんか施設、まあ、城になるのかな、城の周辺まで行ったらちょっと慎重にやっていきますか。このまま突き進んじゃって、まあ、別に大丈夫かな。まあまあまあ、ああ大丈夫だね。でこっからで、こいつバックスタートで、あ、待って、え、下いける、え、あいつ落ちてったけどさ、これ下いけるんじゃないか。いや、いけっかな。死にそうな気もする。この高さは無理だな。ちょっと諦めよう。だからここ行って、で奥にちょっとめんどくせえやつがいるから、こいつはスルーでいいや。なんか敵が死んでいくな。ここ開かないんだよね確か。開かない、来てるか。では排除、障害は排除するのに。いて、出血ゲージは溜まっていかないね。理由はわからないけど、ちょっとこっち側行ってみますか。前回はこっち行ってなかったからね。くるくるして、え、待って、なんだ、なんか、え、何、なんかいる、見えない敵がいる。あ、ちょっと待って、残り火状態は確保したい。え、 S とか飲めない、もしかして。マジそういう仕様か。危険だ、ガチ危険だ。回復はできる、あ、施しってか、もうエスト飲めるようになってるか。じゃあエストと施しで、まあまあまあいい感じに。もう一匹いたよね、そう、クロスボウ打ってくるやつ、本当に厄介。ほら、そしてやっぱり一撃で葬りされないのがきつい。で、これこっち側に行けるか。じゃあ何もないね。じゃあ下に降りていきましょう。ん？あ、これこっから行けんじゃん。道がつながっていた。降りたら絶対死ぬ。どこがどう正規ルートなんだかが全く分かんないからね。こっちも行けるしさ、また例によって。あ、やべ、危険。ハッカ野郎はマジで危険だからな。ん？後ろにも。敵へありだけど、ちょっと先にこっち。なんだこれ。あ、なんだ。剣が落ちてんのかと思った。落ちろ。くそ、一人。登らせてしまったか。こいつはなんだ？待て。やばいやばいやばい、危険。いって、くそ、もうもはやわけがわからん。あー、そこにクロスボウ持ち、こういうところにアイテムが眠ってはない。あ、痛い。直撃を食らった。待って、こっち行くのと、あとあっちに行くのがあったからね。なんかいるんですけど。なんだお前は。あ、壺投げやろうか。少し戻って。よし、月だったら一撃だね。こっちに行けるんだよね。行けなくね。別に、行けるわけではなかった。道があると思ったけど。まあいい、道がないって分かっただけでもこっちへ行けばいいっていうのが分かるから、ここは
駆け抜けて一体ずつ処理する。ちょ、横に軸をずらせばってなんてことはないけど、盾持ちか。こっちも回復しよう。さあ来い、ケリー。死ね。609、いい火力だ。いい火力なのかは分かんない。てかここら辺のさ、適正火力がよく分かんないからね。でもまあ振り2発、月1発で、ちょっとまたいるし、倒せる火力はあるから結構いいと思うんだよね。ちょっとメッセージを読んでる暇がない。おい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 、もう罠が多すぎでしょう。あ、きっとこれ帰っててくれたんだろうな。待ち伏せに注意。すいません、ありがとうございます。でこっち側にもそうなんかいけるっぽいんだよね。なんかマジでどっち、ほら何ごっついハルバード、例のあれか、聖職者はハルバードを持っているみたいな。聖職者もいて、いやなんかいて、それは予想できなかった。やばいやばい、ちょっと死ぬ、俺死ぬ、まずい、本当にまずい。まず2本飲む。痛い。そこまでこれなんか強靭高くないからな、結構ひるんじゃうんだよね。いやこういう振りの速い敵に弱いかな。なんなんだよマジで、すーえんだけど、数の暴力は半端ない。エストは3つか。ちょっとここで体勢を整えたい。これ左だから何にもある、名もなき戦士のソウル。またいんのか。あ、こいつ結構体験持ちだったけど、上に潜んでるよね。 まだいる、まだ出てきてる。何匹いるんだ。でもあいつ不死骸の敵だからね、なんでこっちに来てんだろう。え、どういう状況。絶景、ああ絶景よ。これ、あ、危ねえ危ねえ危ねえ。あ、これここさっき来たとこか。んー、ちょっとこっちに行ってみますか。じゃあこいつ、え、めっちゃ祈ってる。あ、こいつか。やばいやばい、あー、節狩りのエストみたいなのを食らってしまった。そしてやばい、爆発。これ狭いところでこれやられると厳しいね。甘い甘い、全然甘くなかった。よし、結構ご利用した。残り2つ、節狩りの5分、俺は使わない。ミミックがいない限りね。イエー、節狩りの5分だけか。悲しいな、あそこにアイテムがあるけど。どうやって取るのかは分かんない。こっちから行きますか。で、こっち行ったんだよね。いる。やはり台掛けがほんと欲しい。そんなにないもんなの台掛けって。もう倒せるやつは倒す。危険だ、そうしないと。ゲッ、なんかいるんだけど。一体なんかさ、 NPC ってさ2人で来るからね。よし、強靭はあんまりないけど、スタミナ蓄えて
先に撃てば強靭削りでゴリ押せると思ったけど、てか別に NPC でも何でもなさそう、こいつ普通の敵だな。いるし、むしろもう一匹先手必勝、先手必勝、先手必勝、おし倒しきれるのは楽。これなんだ、なんでもないか。うん、かけらはねだいぶあるんだよね今。やはりもう一つ武器をなんかプラス3とかにした方がいいかな。といっても使う武器がない、あれが高いわけじゃないからね。逃げろー、死んでいった、安らかに眠れ。次いっぱいいる、なんか祈ってるやつら多いな。こいつも倒しておこう。でここが開けられるか、ちょっと開けられれば開けておこう。どこに行くんだこれ、なんかショートカットになってくれればいいんだけど。え、ちょっと待って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 、光が差し込んだのか。まあ君らは無害だから生かしておいてやるか。ちょっと待って、見えた何、結構強靭高くないか。ちょっとお前どっから来たんだよ、お前はどっから来た。俺の方が早い、70しか持ってないのか、ソウルを。ここにいたんだよね、残り火。よし、残り火は、まあ、全然使ってないからね、だいぶ数としてはある。初とかって感じじゃなさそうだな、なんか普通に先へ進む道っぽいな。この先炎が有効、海か。炎の論争置いてきちゃったんだよな、もう使わねえよなって思ってちょっとだけ整理して置いてきたんだけど、松明とかって効くのかな、効かなそう。でここはなんだ、おお、なんか歩いてる、あの不死街にいるやつだな。聖堂なんだねきっと。壺ちょっと持っておく、壺を装備しよう。火炎壺全然使ってないし、2つあるし、たまには壺を投げてみますか。おいおい、いいね、上から降ってきたりはしないよね。こいつ台掛け落とさないかな、なんかダークソウルだと台掛けマラソンした気がする、ああいうやつで。決闘の5分なんかいる、ちょ待って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 、え、上にいる、いやわかんねえ、あこれこれこれが、あそうだねなんか近づくと3が降ってくる。よし、やるか。ちょっと待って、周りに敵がいるね、一体ずつおびき寄せよう。来い、ここに来たらお前の最後だ、さあ来い。すげえ、ちょっと待って、めちゃくちゃ神戸を垂れた。あ、お前も来てたか、お前も神戸を垂れるがいい。うん、なんか弱いね、ちょ一回回復しよう、施し、あもう施しが全然回復しない、ヒットポイントがだいぶ高くなってるからね。ちょっとこの部屋何かあるか、机を荒らす、何にもないね。で頭上虫、え、どういう
どういうこと？ん？あ、あいつか。当たるかな？壺。当たる。ありがとうございます。ああ、昇降機があるぞ。この先ってどっち？こっち？え？めっちゃ下に行ってんだけど。なんであいつ後ろ向いてんの？どうしよう。ほら。危ない。自らを焼いて。このメイツがきついんだよね。いって、ディレイをかけてくる。エストがつきかけてるからな。ちょっと帰りたい。深み、深みは闇か。というか初都化が欲しい。どこだ？この先ってどっちだ？あ、これってこと？先にこっちへ行くべきだったね。よし、どこへ戻るんだ？どこ？これ全然わかんねえんだけど。あ、これどこ？お、お、お、え、どこ？マジでどこ？あ、横？開ける。開いた。こっちか。いやー、よかった。ちょっとソウルを使いに帰ろう。さて、1万ソウル、これを2レベル上げたい。まあソウルも使ってたけど6000か。で、生命20になったから、これで筋力を上げていこう。6000、これ3つくらい。6600はいかない。6500、足りない。若干足りない。もう一個か。これは400いけんね。よし。で、筋力を17にするでしょ。で、7000必要か。もう、じゃあちょっと深みへ行きましょう。ここはここで大丈夫。ここは多分あれだね。ここのかがり火が拠点になって、ショートカットを開通しつつ進めていくというタイプのステージ。で、こちら辺には特にアイテムは落ちてない。だからもう一個扉があったから、それはまた先に進めば開通できるっていう、まあ、そういう感じだね。ここに来るまででも結構苦労したからな。下に上げ下げといた方がいいかどうか。こっちから来て、じゃあ今度こっちない。おおおおお、待って、え、巨人マジか。めんどくせえな。当たる？弓、こういう時に。何、頭いいなあいつ。近づけばどうだ。頭を上げてきた。バカなやつめ。てか全然当たんねえ。全然効かねえ。いや、でこれチクチクいくしかない。え、死なねえんだけど。何こいつ、
この丸まってる状態ってもしかしてダメージ通ってない？よし、丸まってる状態なんかダメージ通ってなかったっぽいな。すげえ弓は無駄にしたんだけど。ただこいつはもうさすがに復活しないでしょ。エストも使っちゃったしな。こういう時に施し、あいつを排除しよう。アイテムが結構凝ってる。ソウル、ロイドの剣の指輪、どういうこと？またこいつも危険因子か。爆裂ボルト、ちょっと指輪だけ見る。ロイドの剣の指輪、ヒットポイント最大の時に攻撃力を高める。あ、いいねこれ。 70.2、 少し重くなるな。青い累積は外そう。他はだっていらないもんね。とりあえずいらないからこれにしよう。でヒットポイントをじゃあ最大にしよう。なるべくだってヒットポイントはもう最大でいくから基本。お、攻撃力アップ。早速上にボルト野郎がいるな。こっち側からか。ん？なんだ？どっちへ行く？下。で、ちょっとカット100の盾の方がいい気がするね。ちょっとカット100の盾にしよう。騎士、紋章、あ、紋章にしようかな。紋章は重量が5。騎士は4.5 か。じゃあ 4.5。魔法耐性が多分紋章は高いと思うけど。ん？宝箱。この先怪物に注意しろ。え？ロイド使う？ロイドっていうか、節狩り。一応使っとこう。4つか、まあいいや。ああ、ありがたい。深みの聖書。なぜミミックになっていた？それはよくわからない。下に降りる。ん？下に降りちゃっていいのか？もう一個の方も気になるな。あ、寝だした。こっち側ね。アイテムがある。なんか敵とか降ってきそうな感じはするけど。こことかね。まあいいや。あ、いる。いるね。俺には見える。見える。私には敵が見える。ああやってずっとぶら下がってんのか、あいつは。あそこにもいる。もちろん。あ、全然食らわないわ。助言求め。こんなところに助言を求めるものがあるとは。なんかいける？いけない。隠し通路とかまだ全然発見してないよね。一応助言求めだけ取って、あれ、はしごがある。行ってみよう。一応壺じゃなくてエスト瓶にしておこう。これどこへ出てくる？ほら、攻撃力が上がってるんだからよくわからん。188だったのが165。ちょっと強くなってるか。施し1回で多分全回復しないんだよな。全然ダメだ。ちょっと強くなるっていう程度か。まあそんな、そりゃそうだよね。2倍とかにはならないでしょ、残り火。あ、でここに出んのか。もう1匹いたよね。あれ、もう1匹いなかったっけ。なんか2体くらいでクロスボウ狙ってた気がするんだけど。あれ、これ壊せないんだ。まあいいや。こっち行ける？いけない。なんか隠し通路とかありそうな気はするけど、さすがに一個一個壁を叩いて探索している余裕はないからね。
来た。なんか今来たな。あ、違った。いた。で、てえ、お前マジで、くそ、厄介すぎる。で、ここミミックでしょ。で、下に降りて、なんかいるな。やるか、エンチャント。強い。ん、シールドバッシュ。え、全然食らわないんだけど、なんで。やばい。え、なに、ちょっとこれ逃げた方がいいか。やばい、相手が悪い。ちょっと一応なんか軽くアイテムがないかだけ見て逃げよう。指輪の予感。指輪、あれくれ、とりあえず指輪だけくれ。残り火じゃねえかよ。 あいつはもう来ないか。待って、はめられた。やべ、わかんねえ、どこだ。え、呪いだな。やべ、呪われる。いや、こいつはまずいぞ。で、ちなみにこっちまで行けばあいつに気づかれるけど、あいつはこっちまで来れないはず。じゃあやはりお前をやるしかない。80か。いや、すげえ。なんなんだ。いや、強いわ。残り火がなくなってしまった。だが行くしかない。それなりにヒットポイントある。とりあえず生命力は20でいいか。じゃあで、やっぱり降りてきてないから降ろしとくべきだな。ガッチャ。あれ、いない。ここにいなかったっけ。あ、もしかしてあれか。違う、残り火状態じゃないから、いないのかと思ったらそんなことなかった。いや、どうする、マジこいつ強えんだよ。しかもマジか、厄介なやつが来たな。一旦退散しよう。リミットオブエリア、それを利用させてもらうよ。あそこにいるんだ。来た。待って、どこまで来るあいつは。いや、結構来るな。いや、来るな、来るね。この上はクロスボウ持ちがいるからな。あれ、あいつも復活してんな。こっちまでは来ないか。よし、ここでじゃあちょっともうまたチキン戦法で行かせてもらいますよ。ここは逃げろ。あいつのマジのリミットオブエリアを見よう。全然リミットオブエリアの何でもなかった。え、なんでこいつらこんなにいっぱいいんの。逃げろ。ほい、ちょいさ。怖い、マジでどこまで持ってくんな。ポース、放つポースか、なんかそんな感じかな。でも意外に半分減ってる。待って、お前
それは許されんぞ。大盾を持ってるから剥がせないんだよね。で、あ、これこの光が爆発するんだ。なるほど、厄介な攻撃だな。しかし延長が切れた。それがお前の最後だ。よし、いや強え。こいつ復活するってなったら超厄介。じゃあこの先のデーモン、あいつはマジで弓で倒すも相手してらんねえから、いちいち。これミミックだ。お前はここで待機してたのか。死ね。一応アイテムがないかだけは見ておく。うん、なさそうだね。こっちもなさそう。道がある。ただしこっちは多分進む道だな。あのデーモン倒そう。ヒアとか持ってると結構ダメージが通りそうな気がするんだけど。ここどこにいんの、わからん。なんかこっちの方から来たよね。あ、降ってきた。はい、痛い。逃げる。絶対ここには来れないから終わりだ。顔に当たりそう。顔に当たってんのかな。これは楽だ。あ、これ多分致命狙いない今。あ、71だからやっぱり顔面にヒットすると100当たるね。これが俺の力だ。弓矢、エルドリッチの青石。なんだそれ。ちょっと回復で。エルドリッチ、致命攻撃時に FP を回復する。あー、なるほどね。なんか悪くはなさそうだけど、そんなに俺致命を狙えるわけじゃないんで。 FP か。でも回復の施しに使えそうだからな。まあ、一応戦技もあるんだけどね。戦技とか全く使いこなせてないから俺。じゃあこっちが先かな。またゲロマンがいるし。いて、なんだったよマジこいつら。厄介すぎんだろう。素早すぎる。ポイズンになっちゃった。なんで、苔玉あるから食おう。あれが当たってんの実は。あ、で結局なんかでも降ってきたな今。俺には見えた。あ、結局こういくのか。酸かと思ったら毒だったんだね。じゃあ端から行きますか。端からなんか安全そうな。大丈夫？めちゃ広いんだけど。え、ボスとか言わないでよ。あそこを開ければショートカットになるかな。まず厄介そうなのはお前だ。よし、これは？うわ、なんかめちゃくちゃ重い。めちゃくちゃ重いけど開きたい。あれ、いや、ヘドロすぎだなこれ。炎で爆発するとかないよね。あと開けようとしたら敵が降ってくるとか、そういうのやめてよ。あ、聖女、なぜこんなところに。まあ聖堂だからね、きっと聖職者はここにいたんだろうけど。これでつながる？これでつながってくれればだいぶあれ。なんか違う、予想してたのと違う。名もなき戦士のソウル。あ、ここで開けられるか。さらに
かがり火につながってくれ。開け。あれ？でもまあ似た感じ、似た感じ、似た感じよ。だって聖職者の賢者二股槍みたいな感じだった。機関のコッペン。え、ちょっと待って、ショットカじゃないの？よくやったの予感。ショットカではない。いやー、騙された。確かにな、ちょっと早いなとは思ったんだよな、ショットカにしては。8000ソウルかー。あれ、あ、なんだ、ステンドグラスか。なんか敵がぶら下がってんのかと思った。どうしよっかな。ちょっと一回帰還しよっかな。8000ソウル使ってこよう。で、これは祭事場に帰る。やっぱこまめにね、ソウルは使っていきましょう。丁寧に探索をしていく。で、これで筋力18にして、黒騎士の盾を持とう。で、そうすると多分重量がまた足んなくなるんだよね。ハベルの指輪的なやつが欲しい、マジで。装備重量が上がるやつ。一応ちょっと見る。装も外して、黒騎士、いや、めっちゃ重い。 74.7。 そうすると、あー、腕外さなきゃダメだな。やっぱり腕外して68.8 か。いや、でも時給も上げたいんだよな。時給20にしたいんだよな。でも、まあ、黒騎士の盾、あ、結構でかくね。これパリーできんの？あ、ちょっと待って、え、パリーできない？今だって片手になってない。これ両手でしょ。これ両手の戦技の構えだから。あ、黒騎士あれか、大盾なのこれ。じゃ、中盾だな。ちょっと見てみよう、説明を。武器戦技になってんの、戦技が。パリーじゃない。まあいいか。そうか、パリーじゃないのか。パリーじゃないけど、受け能力高っけえかんな。受け能力の高さは、やっぱり魅力。大盾とそうそう変わんないからね。うん、やっぱり、これでいこう。よし。というわけで、じゃあちょっとまた次回、深みの聖堂ですね、さらに先へ行きたいと思います、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。